ゼーローはドイツ、ブランデンブルク州、メルキッシュイコール王軍の軍長所在都市である。人口は約5400人である。ゼーローはオーダーブルフの西端、また連邦道路1号線沿いに位置する。ベルリンからの距離は約 70km、ポーランドとの国境までは 20km ほどである。ゼーロー市にはベルビヒ地区が属している。この地区は ベルビヒ、アルト、ラングゾー、ノイラングゾーの3集落から構成されている。また、住居地区として、ツェルニコート、ゼローアーローゼはある。1252年に、ビラゼル村として、当時のマクデブルク司教、ビルブラントフォン・ケーフェルンブルクの記録に、初めて登場する。レブースの司教座教会として出会った。1630年、1788年、 1809年に街は大火災に見舞われた。ゼーロー高地では第二次世界大戦末期の1945年、ソ連赤軍とドイツ国防軍の激戦が行われた。両軍とも多大な損害を被ったが、この戦いの結果、ソ連赤軍はベルリンに到達し、ついに当時の帝国首都を占領するに至った。ゼーローは戦闘で大きな被害を受け、 とりわけ1945年4月17日の空襲は甚大であった。加えてその後の略奪で街は炎に包まれた。ゼーローは1816年以降、プロイセン王国ブランデンブルク州のフランクフルト県、レブース軍に属していた。軍長は1863年からゼーローに置かれた。1950年にレブース軍はゼーロー軍に改名された。 1952年から1993年まで、ゼーローは、ゼーロー軍の軍長所在都市として、フランクフルト県に属していた。2003年10月26日に、ベルビヒがゼーローに編入された。領域は、統計時点のもので、2011年以降は2011年国勢調査に基づいている。詳細のデータ出典は、ウィキメディアコモンズ。ゼーローには、 ベルリン・ブランデンブルク・シュレージシェ・オーバー・ラウジッツ福音主義協会のオーダーブルフ協会管区の協会地区長が置かれている。これは1998年7月1日にゼーローとバート・フライエンバルデの協会管区が統合したものである。監督官としての職務は半分ほどで、残りの半分はゼーロー牧師管区の職務に当たっている。協会管区はゼーロー。 フリーダースドルフ、ラング像の教区からなり、フリーダースドルフ、ゼーローにはそれぞれ教区会が置かれ、説教書は4箇所ある。予算は3教区合同である。ゼーローの市議会は18名の市議会議員及び、上勤の市長で構成されている。紋章は2002年2月12日に承認された。紋章記述、青地に金色の爪竿が二本斜めに交差し、その上にはミトラ。 前には、銀色の昇る半月。後ろには、巨子状で、銀色の先鋼十字。下には、金色の星。ゼーローの旗は、青、銀、青の横三色旗で、比率は1対3対1である。真中の帯には、町の紋章が置かれる。ゼーロー高地追悼施設記念碑。レフケルベル作ゼーロー協会ゼーロー市役所。ゼーロー文化の家ゼーローの建築記念物一覧には、 ブランデンブルク州記念物一覧に登録の建築記念物が掲載されている。ゼーローコーチ追悼施設。1945年のゼーローコーチの戦いを追悼するもの。記念碑の彫刻は、レフ・ケルベルによる。古典主義様式のゼーロー協会は一見の価値がある。建築家、カール・フリード・リヒ・シンケルの手になるもので1830年から1832年に、 かけて建設された。1997年から1998年、かけ、教会島が再建され、王子の姿を取り戻した。ゼーローの郊外には、レース場があり、FIA オートクロス、ヨーロッパ選手権のラウンドが、毎年開催されている。主催者は、地元モータースポーツクラブ、MC ゼーローである。放送局近くのレーストラックに加え、ゼーローには、 サッカー場が2カ所ある。一つは、シュパール合戦アレーナにある。これらの施設は、地元スポーツクラブ、SV ビクトリアゼーローや、学校スポーツが使用している。スタジアムに隣接しボーリング場がある。クラシックレーンが4本あり、ボーリングチームである1、KSC1959 ゼーローが使用している。ゼーローには1年に3つの大祭事がある。 まず5月1日前夜の5月祭がある。従来の SV ビクトリアゼーロー、スポーツ大会祭りを創設20周年を機に2011年から予想を新たにしたものである。シュパール合戦イコールアレーナを会場に4月30日の夜に伝統的な5月柱を立て、松明行列、ファンファーレ行列が繰り出し、バンド演奏が続く。 さらに消防署対抗の夜間競争優勝杯、地元サッカークラブの親善試合が行われる。もう前のスポーツ大会祭りは SV ビクトリアゼーローや地元の様々な団体の支援で開催された。また長年、福備機会も同時に行われ、景品は一等が女王用車と高価なものであった。当時は午前中から始まり、数々の競技に人々が集うというスポーツを前面にした。 祭典であったが、現在その面影は残っていない。9月の第1週末には、ゼロ落とし祭りが開催される。舞台の出し物や数々のビール露店、ゴーカートなどに多くの人々が集う。第3アドベント週末の昔ながらのクリスマス誌では、展示会、教会のクリスマス祭事の他にも、できるだけ大きく作ったクリスマス特有の焼き菓子を切り分ける出し物がある。 1990年の東西ドイツ統一後もチーズ工場が残ったのはブランデンブルク州ではゼーローだけであった。ブルーチーズ、ブルーマスターは1974年以来他のチーズと共に製造されてきた。会社が倒産すると2000年にファルケンハインのヤギチーズ工場ツインマーマン社が事業を買収した。しかし、制裁工程はザクセン州に移転し、 ゼーローでは熟成、放送工程だけになった。2004年初頭に、ブルーマスターが小売りチェーン数社で取扱い商品から外されると、ゼーロー工場は完全に閉鎖された。現在、ブルーマスターはファルケンハインで生産されている。ゼーロー駅はエーバースバルデフランクフルト線の駅である。ゼイコールゾー駅は隣接のゾーイコールプラト港にあり、路線は 東部線である。ゼーローでは、連邦道路1号線と167号線が、交差している。ベボケルウング・イムラント、ブランデンブルグナー・ハンツフライン・ゲメインデン、アンターンウント・ゲメインデン31、デトセンバー2019、ストバ、アンドランガン・バイデン・ゲメインデン・ドイッチ・ローンズ、シエヘ2003、ヒスターシャス・ジェメイン・デバース・シュニス・デランディス、 ブランデンブルグ1875ビス2005ロンドクライスメキシオダーランド S34 から37ハットベボケルウングイムラントブランデンブルグナウハクレイスフラインシテトンランドクレイソンウントゲメーンデン1991ビス2014アーカイブド2016年3月3日アットザウェイバックマシンポピュレーションプロジェクションブランデンブルグアットウィキメディアコモンズ ブランデンブルク州政府のサービスポータル内の文章情報、ワービガーフリードンズワールドビアト20マー記者、オダーザイトン26、ヤヌハー2011、アブジェローファニ a m ム21、ジュニ2013、バリー軍でアストールパースタイン人ンとアブジアシュローソン。ありがとうございます。